何言ってないんだよ。ユニソン行こう。ユニソン。ユニソンでも飛びましたね、ちょっと。次のこと。さっき見たけど、トラッチョって。まずは、1723か。このモディファイドリストストラップ。おう。いや、まあ、わかるけど、うん、使えないじゃないですか。だから、なんでワンピース？あ、違う、これ、ごめんなさい、B23 だ。1723は。ピッチャーよ。ピッチャーよ。投資を。うん。あれ売れてないよな。投資はいいっすよ。なんかソードマンウェブとか。グレッグマダックスみたいとは違いますね。あ、それまあでも、まあ、ほぼ同じような形なんだけど。あ、これ、うん、これこれ、うん、そのウェブはあれが出なかった。うん、このウェブで向こうのやつ綺麗なんだね。ここに色が入ってね。そうそう、うん、アメリカ出たよね。出た。で、同じように23年に出した1723と B23 で23年に出たやつを24年モデルで日本で出してる。あの意見は控えさせて。うん、親指グーンって前にね、出っ張ってるやつ。ああれ、どっかで見たことある話ですね。使い込んでるとこういくんだ。そうどこから見たことある。うん、親指がグッと前っていうね。ねえ、なんかね、のみさん聞いたことない、それ。使い込んでいくとこういくんだ。ねえ、なんすか、いいですか、それ。うん、そのあの紐の色がいいですね、それ。ブラウンで、ああいいですね。かっこいいですね。赤茶けた色で、赤茶けた色？日本が下手ですね、相変わらず私。まあそんなことでいいんじゃないですか、赤茶けた、赤茶けた色で。かっこいいですね、その色。そこの色はなかなかあの考えてるんですね。ね、僕のデザインしたこの色は絶対使えない。細かいところだけでやっぱり入れないと分かんないですよね。ああ、かっこいいですね。それそうですか？これ入っちゃう、これも入っちゃうやつですね。ああ、そうですね。やっぱそういうグローブを僕は使わなきゃなんだ。そうそうそう。いや、こういうグローブ皆さん使わないと入っちゃうのみたいな。うん、おかしいな。あんなにいいグローブ使ってもダメだな。まあ軽い、はい、軽いね。うん、すごい、あのさっきのワールドペガサスと比べると羊実合兼ワールドペガサス、機能のウィルソンって感じで。そうですね、うん、直球勝負って感じですね、ワールドペガサス。うん、もう地型がちょっと違うぜみたいな。うんうんうん、じゃあよく北海道の食材でもいいんです。やっぱ北海道っていいから、もう鮮度もいいし、もうそこの辺で作ってるから、もう地形が強いので、もう直球勝負ばっかりなんですよ、向こうの。ああ、そうかそうか、工夫しなくて、工夫しなくて、もう全然もう、うん、まっすぐ投げとけば大丈夫みたいな。やっぱ東京とかで食べるとやっぱりいろいろこう変化球を変えてくるわけですよ。うん、まあ、それはそれで美味しいわけですよね。だからまあ場所によってね、違う、まあ、これだとメーカーによってこういろんな味付けがあっていいんじゃないかなっていう、ね、コメントが違うな。やるな、さすがよくグローブを知ってますね。いやいやいや、とんでもないですよ、そんな。もうまず今野球できてないんで、もう全然ですよ。でもね、やっぱりいいな。ガチャガチャ、夢出てきちゃう、得意の夢出てきちゃう。いや、今違うもの夢出てきてる。ああ、そうか、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。いいですよ。今も夢出てる。ああ、いいですね、かっこいいですね。ナイスですね。まあでも今、のみさんに必要なのはグローブよりも自転車でしょ。自転車必要です。自転車最近、熱が下がってますよ。あら、本当？これ？これ？ああ、それパッチモデルの時に見せてもらったやつですか、その赤いのは。あの CM33 向こうの人気の
小ぶりなね。それ AD さんのグローブ？あ、そう、あのこれ磨きで預かってます。これから磨くとこですけど。ものすごくない？そのすごく良くない？それこれいいんですよ、かっこいいんですよ。あの人すっごいグローブ持ってるよね。持ってる。で、そんなにね、何百個ってないのを知ってるけど、なんていうの、なんていうの、選択されたのがすごくいいの。チョイスがいいよね。違う、うん、あの、違うでしょ、我々がお前はこれとこれとこれを買えって言って何バカなこと言って、これとこれとこれを買っときゃいいんだって。とりあえず押さえとけ、これは。そうそうそう、貢献みたいな言い方あったじゃない。あ、知らない、もう分かんないよ。取捨選択、違うな。すごいいいものをチョイスしてるのを持ってるって、うん、もういいや、もういいや、そんなこと言われたら気になるな。そうそうそう、もうこれ間違いないから、お前らは金だけ払っとけばいいから。それは楽しかったね、うん、俺たちで選ぶから俺は金だけ出せって。ここまだ分かってないからそう、夜中にやっててさ、AT さんにさ、何今言ってるんだよとか言って、知らなきゃいけないか、買うなよとか言って。そう、これはいらないんだと。うん、別モデルだと。何を考えてんのお前はと。黙ってこれ買っとけと。二人で山向いて、お前はこれだっつって。悪いおじさんたちだね。それであんななっちゃったんだね。いや、だって、知らなきゃいけないか、別どっち買ったら。免許別でしょ。そうで、そうね、うん。あのね、ぴったり同じ事件だった。ああ、そうだね。何を言ってんだよとか言っちゃった、なんか。だって免許別だよ。そう、免許別だよ。これ全然使えない動画。本当だ。これうっさですよ。うん。本当にあの日が楽しかったやつ。違いますもんね、これ。進化してる。うん。やっぱウィルソンのグローブってあのミットってかっこいいね、キャッチャーミット。かっこいいんすよ。これハーフムーンウェブって言うんだって。麻生さん、ハーフムーンウェブって書いてる。だからこれは日本タイプだけど、あの向こうじゃあんまりないよね。ないですね。ね。でもほら、ほとんどアメリカの日本のモデルって似てるじゃん。うんうんうん、そんなに違わないよね、見てて。うん、でもこの薄さ、うん、あ、そこが売りだって書いてあった、うん、そうなんですね、うん、かっこいいよね。でもあの向こうはロールドウェルティングなんだけど、こっちのはスプリットウェルティングって、まあ、いいの入ってるよね、うんうん、こっちのは硬いんだけど、やっぱり練習量がね、うん、日本はね、高校生ね、半端ないやりますからね、うん、彼らちょっと休めっていうぐらいそう、もうちょっと練習考えたらなと思うんだけど、いいね、うん、それ33いいよね、見ててこの前見せてもらったけど、いいよねそれね、うん、これはね本当に焼きやつで使ってみた、うん、あ、今に出てきそう、これはちょっと出ちゃうから、ね、すぐ売れると思ったんだけどな、見せびらかしてんだけど子供に。いや、やっぱ分からないんだよね。大体持ってくるから修理で、ほらこれいいでしょっつって。使えないじゃんそんなこと言っちゃったら、また。まあそっか。P と P 持ってくるんだけど。P と P。P と P の動画がやっぱ多いですよね。うん、そう。私たちが話すと。うん。P と P。あ、またこのメーカーか今日もみたいな。うん。いいね、でもピカピカだねそのミット。エッジさんのやっぱ革がね、プロストックすごいね。それ A2000 でしょ。そうです、 A2000 で。なんでそんな光るの。あ、うん、すごいよねそれ。うん、エッジさんかなり磨いてんのかな、あのスパイの塗ってんのかな、うん、どれどれちょっと AC、うん、どうだお前、うん、いや磨いてんのか、ちょっと評価してあげてください。ノミさんのチェック入って、お厳しいチェックが。T さんすごいよね、頭がいいし野球ができて、うん、羨ましいよ僕は彼が、あの人すごい頭いいもんね、うん、でもちゃんと本当に、ね、この擦れ具合を見ると、あ、いいとこで撮ってる、あ、はあはあ、そこからスポンとね、待ってみたいじゃない、うん、もう俺はここでしか撮らないんだってだからいやいやもう十分ですよこれだけまとまってれば、うん、あーでも本当磨きたい感じはしますねこれ。そう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 、うん、
そろそろいい頃合いかなっていう。でキャメルだからちょっと難しいからお願いしますって言われたけど、うん、そんな言われたらちょっとプレッシャーでどうしてやろうかなと思って今ちょちょちょと触ってるんだけど、磨く職人に頼んでくれちゃう。磨く職人はまだ来ないんですか。来ないかな。やっぱ忙しいでしょ、予約入れてるから。いくら早くカットしても、いや磨きのライセンス。そうそうそう、ゼロゼロ T。やっぱ黒光りますね。かっこいいよね、あのジェームズ・ボンドシリーズで殺しのライセンスってのがあったな。あったね、うん。ダブルライセンスゼロゼロ T。かっこいいよね、磨きのライセンス。なんかすごい神秘的だね。もういいネーミングですね、ダーさん。ダーさんつけたんでしょ、うん、ロゴが良かったよね。でも石原さんの職員さんダブルライセンス、あ、まあ、ダブルライセンスは僕が言ったけど、でもそれ聞いてゼロゼロ T って言われて、あ、そうだなと思って、うん、磨きのライセンスいい。え、それ持ってなかったの、おみさん。え、持ってない。それ、あのね、もうね、何持ってるか分かんなくなってきたんだよ。じゃあもう面探すの面だから、もう一回買っちゃう。そうそうそう、もう一周行っちゃうみたいな。もう一周待っちゃう。東京は今回は寄ってきたんですか、お店。お付き合いでって言って、3つって16万円お金払ってて、こんなお付き合いだったかなと。でもあれ すごくいいグローブだったよね。石原さんのところ見せんのかって、僕楽しみにしたんだよ。いや、さっきの箱があったからね。入んなかった入んなかった。早く送らないから。石原さんのところ、うん、そうそう、いや、あ、荷物できたなと思ったら、あ、行かなきゃみたいな、うんうん、あ、じゃあ持ってっかみたいな。いい、ナイスナイス HE、はい、よく磨いた。ありがとうございます。やっぱいいね、ウリさんのグローブ。なんで、あ、またピーになるかやめよう。ピーになるけど、やっぱりワープ力やっぱすごいわ。ね、あとはないんですか。あとね、飲みさん喜びそうなのって、硬いな、やっぱり。硬、うん、いでね、最近メーカー名は出せないけど、紐使ってたんだけど、もうね、手抜きも良くなってきて、なんかペロペロになっちゃったからやめて、全部ワールドペガサスから、ない色はローリングスから買うけど、ワールドペガサスから紐買うようにしたら、もうこのグラブが物語るように、 いつもこうやって抜けたりするでしょ、パンパンって。あれね、幅も広いし分厚いしね、頑丈だしね、全然違う。うわ、ワーペで、で鎌田さん、あれ、ね、テネシーだもんね。そう、あのワールドペガサス知ってるよ、うん、で、あの、言ったじゃん、私が買ってて、うん、もうペナペナの紐もあるし、そうそう、ガクッとして、もうガクッとした人しか買わないもん。そう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 。で、鎌田さん来た時に、まあ、石原さん厳しいと思うけど、なんかわかりました、ごっそり紐買いますから展示会の発注でつって、あ、それでもいいです、とにかく買ってくださいって言われました。ペナペナね。まあまあ最初使いやすいですけどね。うんうん、1個しか買わない人はそれでいいんですよ、うん、たまにキャッチボールするぐらいね。やっぱ高校野球とかってなると、やっぱりこういうのじゃないと、そうね、ちょっとお話にならないかなっていう、うん、でもそうだよね、最近石原さんこう習うの見てて、あ、いい紐使ってんなって分かるもんね、うん、ありがとうございます。いや、ちょっと言ってるだけでもね、ここも流せないけどね、昔と違ってね、今のグローブね、全部 P じゃんこれ。そう、今日はなんかすいません、石原隆のストレス解消のおしゃべりになっちゃって。見てる人は、なんだこれ、音楽しか流れないんだったね。楽しいね。
うん、音楽しか流れない。そうそうそう。いいね、そのタタタン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 とか言ってる、ね。最終的に全部モザイクなんですよ。だんだんモザイクが濃くなってきて、何やってるのかわからなくなってきて。ダメ、そういうめちゃくちゃな動画。だからイメージで言うと、イメージね。お、じゃあ。これは疑問じゃない。これは疑問じゃない。これが当時のあの XPG3 を極限まで再現した西島さんの頃のやつだけどね。これは売り物じゃない。どうぞはめてくださいよ。それはあれでしょ、あのはい、いらっしゃい。はい、動画撮ってはる最中。ああ、今ちょっと撮ってましたけど、あ、そうそうか、あのね、ローリングスの公式をオーダーしたいんです。あ、わかりました。すぐ止めます。もうすぐ止めます。はい、お、全然、はい、どうぞ。あの、資産ソフトウォーリング。